1> 1番あっ台所の電球切れちゃったよあ電気もう消すね 2> 2えっ新しいのを買ってこなきゃうん台所きれいにしてね。 2番。いらっしゃいませ。何かお探しですか ?1。1> あちょっと見てるだけです。2>, 2。い,いえ、さっき来たばかりです。3。はい、なんでも結構です。 3番。やるだけのことはやったし、あとは合格発表の日を待つだけだね。1。本当に悔しいね。2>, 2。もう少し頑張るしかないか。3。3> 今度こそ受かりたいよね。 四番。あの、お茶でもいかがですか?。一。お世話になっております。二。はい、大変美味しかったです。三。すみません、どうぞお構いなく。 5番ねえ山田さん、参加できないのならもう少し早く教えてくれなくちゃ。1。え、連絡が必要だったんだ。2>, 2。そう、今度は教えてもらえるといいね。3。3> 少しでも早く参加したかったんだ。 たしかあした中学の時のクラス会だったよね行くんでしょ1 1> 楽しみにしてるんだ <S 2> 2 <S 楽しんできてね <3 S 1> 楽しいでしょ 7番昨日また電気つけっぱなしで寝てたね1つけといてくれたんだねありがとうだって暗い方が好きだからごめん本んんでて寝ちゃったみたい。 8番。さっき言ってた本、今度貸してもらえると嬉しいんだけど。1。こっちこそ助かったよ。2。2> うん。忘れないようにするね。3>, 3。じゃあ悪いけど、お願いね。 9番あの、こちらで山田課長とお会いする約束なんですが。1。お会いできてよかったです。2。はい、少々お待ちください。3。確かにお約束いたします。 10番ああ、田中さんのご主人ですか。はじめまして。1, 1大変ご無沙汰しております。2, 2はい、相変わらずです。3妻がお世話になっております。 11番昨日ねこの角で自転車にぶつかりそうになっちゃったんだ。1> 1危ないんだよねここへえ痛かったでしょう。ここは問題ないよ。 12番君、なんてことをしてくれたんだい,いえ、とんでもないです。2、2> 恐縮です。3>, 3、申し訳ございません。 1一番。ねえ、映画が始まるまでどっかで時間潰さない ?1。ずいぶん忙しそうじゃない。2。2> 駅前の店にならあると思うけどな。3>, 3。じゃあ、コーヒーでも飲みに行こうか。 2番、土曜日のハイキング来ればよかったのに。1、1> 次の機会にはぜひ。2>, 2、じゃあご一緒いたします。3、いい天気になりそうですね。 3番。あのー、今、お時間よろしいでしょうか ?1。1> えーっと、4時5分ですよ。2>, 2。あいにく私も時計がなくて。3。10分ぐらいなら。 4番、昨日デパートでたまたま高校の時の先生に会ったんだ。1>, 1、へえ、偶然だね。2、2> 時々だからね。3、わざわざ会ったんだ。 5番ああ、ああ、またやっちゃったよ。うっかりしてたな。1、ええー、何したの ?2、2> 助かったよね。3、やってみたら 6番こんな高いパソコン無理して買うこともないんじゃないそうか買うしかないか少しでよかったら貸そうか 3> 3いやどうしても必要なんだ 7番。あの、ここは私にご馳走させていただけませんか ?1。1> お料理お上手ですね。2。そうすればよかったですね。3>, 3。いや、そういうわけには、 8番、うちの山田くんのプレゼンテーション、なかなかだったよね。1、1> あまり勉強してませんからね。2>, 2、相当準備したようですよ。3、ええ、かなりまずかったですね。 9番何落ち込んでるのやれるだけのことはやったんでしょえ何が落ちてるの ?2 やれって言うならやるよ。3, 3うん、頑張ったんだけどね。 10番遅れてすみません。こちらの場所は覚えていたつもりだったんですが。1, 1ここわかりにくいんですよね。2, 2思い出さなくてもいいですよ。3よかったです。まっすぐ来られて。 11番、あのー、明日、田中先生がいらっしゃるかどうかわかりますか ?1、明日は来ないつもりです。2、2> お休みだと伺ってます。3、ご存知です。 1番すみませんがここでの写真撮影はご遠慮くださいあっお取りしましょうか 2> 2あっすみませんでしたそれじゃあ遠慮なく。 2番、ご注文の商品が用意できましたので、ご自宅に送らせていただきたいんですが。1、え、まだ届いていないようですが。2、わざわざ用意していただかなくても。3、届くのいつ頃になりますか 3番あの会議室のエアコン消しても構いませんか1あ消したままにしといてください。2 2> あ会議室まだ使うんです。<3 S 2> じゃあつけてもいいですよ。 4番休暇が2週間くらいあったらいいのに1そうだねーもっと休みたいよねー2えっ2週間もあるのいいなぁ3うん2週間あってよかったね 5番。あのー、山田さんは今日病気で休むとのことです。1。1> きっと休むでしょうね。2>, 2。え連絡まだ来ないんですか ?3。あ、電話があったんですか 6番申し訳ございませんが今週中にお返事を頂けるとありがたいんですが 1, 1こちらこそありがとうございます 2, 2はいそのようにいたします3早速ご検討ください 7番アルバイトさえなければ今日のコンサートを行くんだけどなぁ1えアルバイトなくなったの 2> 2うん楽しみだねそっか次は行けるといいね 8番田中さんがあんなにテニスが上手だったとはね。1。あんなに練習してたのにね。2。ほんと意外だったよね。3。そうすごく上手だったと思うけど。 9番そろそろ会議の時間なんですが、社長はまだお見えになりませんか ?1 まもなくいらっしゃると思いますけど2まだご覧になっていません3どうぞお越しください 10番この店のコーヒー値段の割にはおいしいよね1 1> これで値段が高くなければね <S 2> 2 <S うんこんなに安いのにね <3 S 1> ほんともっと割引すべきだよね 11番。今回の仕事は君に随分助けられたよ。1> 1また手伝っていただけますか申し訳ありませんでした。お役に立てて嬉しいです。 一番。あ、もうこんな時間。田中さん、そろそろ帰れそうですか一。1うーん、この仕事が終わってからでないと。二。どうぞごゆっくりなさってください。三。はい、急いで参りました。 2番。2> この図書館、もっといろんな分野の本があるといいのにな。1。1> 確かにいろいろあるよね。2。そうだね、あんまりないね。3>, 3。そんなにあるならよかった。 3番、打ち合わせがしたいんだけど、来週のどこかで時間取れないかな。1、1> 水曜日以外なら大丈夫です。2>, 2、すぐに会議室の予約をいたします。3、1>, 1階の部屋でよろしいでしょうか。 4番。あ、また書類出しっぱなし。1。1> ええ、出しましょう。2>, 2。あ、すみません。3。はい、いつまでですか 5番、いつまでゲームやってんだいい加減にしたらどうだ ?1、どこまでやったの ?2、2> じゃあ続けてみるね。3、わかった、もうやめる。 6番。お疲れ様。やっぱり新企画のプレゼンは君に限るよ。1。以後注意します。申し訳ございません。2>, 2。限られた時間で大変だったでしょう。3。3> そう言っていただけるとありがたいです。 7番。よくいらっしゃいました。遠かったでしょう ?1。こちらこそ大変お世話になりました。2。2> おかげさまで助かりました。3>, 3。お招きいただきありがとうございます。 8番。駅前にできたレストラン、行ったことある ?1。1> ああ、あそこ、まあまあですね。2。ええ、新しくできるようですね。3>, 3。いえ、まだだそうですよ。 番先生、希望の会社に就職できるかどうか不安でしたが、なんとかなりました。1、1> それは心配ですね。2>, 2、そうですか、よかったですね。3、まだ諦めちゃダメですよ。 10番。リンさん、日本で生活するには携帯電話は欠かせませんよ。1。ああ、そんなに必要ないんですね。2>, 2。じゃあ、すぐに使ったらどうですか ?3。3> そうですか、どうやって買うんですか 11番。これだけコピーしておけば足りなくなることはまずないね。1。もっと用意しておくべきでした。2。2> 後でコピーするしかないですね。3。ええ、十分だろうと思います。 一番、加藤さん、君の携帯乗ってるんじゃない一。1> 1じゃあ、電話してみようか二。え、私のじゃないよ三。ねえ、早く出たら 2番、あそこの売店でちょっとコーヒー買ってきたいんだけど、僕の荷物見ててくれる ?1、1> そのカバンですね。わかりました。2>, 2、では拝見します。3、ホットコーヒーでいいですか 3番山本さん、これ頼まれてた書類です。お待たせしました。1, 1分かった。もう少し待つよ。2じゃあ、頼んじょうかな。3, 3ありがとう。助かったよ。 4番。外寒そうだね。寒い時はうちにいるに限るよね。1。寒いのにうちに行っちゃいけないの ?2。2> こんな日はうちから出たくないよね。3>, 3。ほんと、うちにいてもつまんないしね。 5番私、別の仕事が入っちゃったんで、今日の会議の司会変わってくれない ?1。1> え、突然言われても困るよ。2。僕の代わりにやりたいの 3>, ?3。頼んだからね、よろしく。 6番。会場の準備はこの辺で切り上げて、あとは明日に回そう。1。1> 今日はもうやめたらどうでしょうか 2>, ?2。わかりました。続きは明日ですね。3。これですべて準備完了ですね。 7番うわ見てこの北海道ツアー安い休みさえあれば絶対行くのにね今休むのは難しいよねいいな旅行に行くんだねほんと料金が安ければね 8番。イベント中止っていう今回の部長の決定は理解しがたいよ。1。私も全然納得できない。2。2> 本当わかりやすかったね。3>, 3。早速イベントの準備しなきゃ。 9番。あ、やっと来た。私もう少しで帰るところだったよ。1。いや、僕も今来たところだよ。2>, 2。もうちょっと待っててくれたらよかったのに。3。3> ごめん、もっと早く来ようと思ったんだけど。 10番、この雨、一向に弱まる気配がないね。1、はい、むしろひどくなる一方ですね。2、2> 割とすぐやんでよかったですね。3>, 3、ようやく雨、弱まってきたんですね。 11番、夕べ駅前の映画館に行ったんだけど、ガラガラだったよ。1>, 1、そんなに音が大きかったの ?2、2> 今映画見に行く人少ないのかな ?3、週末だから混んでたんだよ。 12番。会社の入社試験何社も受けたんだけど、結果はさっぱりだよ。1>, 1。うまくいってるんだね。2。2> さっぱりしてよかったね。3。諦めずに頑張って。 一番あの、こちらでの写真撮影はご遠慮いただけますか 1, ?1 そうですか、すみません。<S 2, 2 <S い,いえ、結構です。三。<3 S 1> じゃあ、お願いします。 2番佐藤さん明日の会に佐藤さんも出ることになってた1 1> 出席なさった方がいいと思いますが <S 2> 2 <S 会議に出る予定だということです <3 S 1> そのはずだったんですが急に出張が入って。 3番今回のミス部長に報告した先に伸ばしたっていいことないよ。1では後回しにします。2, 2すぐにいたします。申し訳ありません。3, 3先に伸ばした方がいいでしょうか 4番新しく入ってきた鈴木くん若い割にしっかりしてるね。1いろ,いろ経験してきたそうですよ。2さすが若いですよね。3, 3今度よく注意しておきます。 5番山田様、こちらの新しい資料ですが、ご覧になっていただけないでしょうか。1>, 1、ご覧になります。2、2> よく存じません。3、はい、拝見します。 6番。どうしたのニヤニヤしちゃって。1>, 1。ちょっといいことがあってね。2。2> え、そんな声出してたかな ?3。ほら、ここ最近失敗続きだろ 7番昨日、倉庫の鍵、机の上に出しっぱなしで帰ったでしょう。1, 1あ、うっかりしていました。2, 2え、出してありませんでしたか ?3 確かにしまったままでした。 8番。先月買っといたコピー用紙ってもう使い切ったんだっけ ?1。え、用紙詰まっちゃったの <S ?2, 2。そんなにたくさん余ってるんだ。3。まだあったと思うけど。 9番。加藤くん、明日の新入社員の歓迎会、私も参加できればよかったんだけど。1。課長、気になさらないでください。2。課長、お忙しいのに恐縮です。3。課長、会場でお目にかかります。 10番あっ、12時回ってるよ。今日は朝からバタバタしてたよね。1 1> え、もうそんな時間なんだ。<S 2> 2 <S ほんと時間が経つのが遅いね。<3 S 1> まだ12時になってないんだ。 11番。ねえ、小川さんって今日、なんかいつもの小川さんらしくないよね。1。何かあったのかなぁ ?2。小川さんっぽいよね。3。そのはずなんだけど。 12番こんな大切なこと本人抜きで決めるわけにはいかないんじゃないかなぁ1じゃあ本人抜きで決めるんですね2じゃあ本人も入れて話しましょう。じゃあ本人は関係ないですね。 一番、木村さん、君本社に行くの明日だっけ一、かしこまりました。明日ですね。二、突然明日と言われましても。三、い,いえ、明日じゃなくて明後日です。 2番。あれ今日出すレポート、カバンに入れてきたはずなのに。1。え、ないの ?2。2> 持ってきてよかったね。3。締め切り忘れてたの 3番国際交流のイベントの準備手伝ってくれるとありがたいんだけど 1, 1い,いえ気にしないでください 2, 2あはい私でよければ3ありがとうございます助かります 4番私、明日が初めてのプレゼンなんで、不安で仕方ないんです。1。まだ何か方法があるはずだよ。2。2> 大丈夫、きっとうまくいくよ。3>, 3。初めてなのに自信あるんだね。 5番。田中さん、店長がお呼びです。1。1> あ、今行きます。2>, 2。じゃあ、お呼びしましょう。3。すぐ来てくれますか 6番前田さん市内のゴミ問題に関する資料できるだけ多く集めてもらえないかな 1, ?1 そんなに多く集めることができたんですか ?2, 2たくさん集めても無駄ってことですね3はい集められるだけ集めてみます 7番まさか部長が会社辞めるとは思わなかったよねすごい予想してたんだね 2> 2ほ本当信じられないねやめないことになったんだね 8番、この研修会、山田さんも来られればよかったのにね。1、山田さん来なくてよかったね。2、山田さんと研修が一緒で心強いよ。3、山田さん急な会議が入っちゃったからね。 9番今お茶をご用意しますのでちょっとお待ちくださいね。1, 1あお構いなく2どうぞご遠慮なく 3, 3お気の毒様 10番今度のシンポジウムの経費、ざっと見積もってどのぐらいになりそう ?1 大体いい5年ぐらいになりそうです2もう支払いは済んだんですか ?3 夕方までに計算しておきます 11番。しまった。うっかり会社に書類を置いてきた。1>, 1。ちゃんと置いてきた ?2。2> あ、会社で使うから ?3。取りに戻ったら 12番。加藤さん、加藤さんに借りてた本、今日返すつもりだったんだけど。1>, 1。機会があれば是非、ぜひ。2。2> よかった、返してくれて。3。別に、いつでもいいよ。 一番課長あの体調が優れなくて午後から休ませていただけないでしょうか ?1, 1顔色悪いし今すぐ帰った方がいいよ 2, 2明日まで休ませてもらうね 3, 3じゃあゆっくりしていって。 2番田中さんどうし,たのしょんぼりして。実はいいことあったんだ。うんミスが続いちゃって。元気出そうよ。 3番、忙しいから、ちょっと手を貸してくれない ?1、全く手につかなくて。2、いいよ、私時間あるから。3、今使ってるんだ。 4番君の研究発表なかなかの評判だったよ1そんなにわかりにくかったでしょうか2よかった安心しました3今一つってことですよね 5番こないだ注文した新しいプリンター、早く届かないかな 1, 1思ったより早く届いたね。2そっか、届かないことになったんだ。3, 3そろそろ届くんじゃない 6番昨日、サークルの集まりがあったんだけど、風邪ひいたことにして休んだんだ。1、1> もう風邪治ったの 2>, ?2、無理して行くことなかったのに。3、え、出たくなかったの 7番あテレビでサッカーやってる宿題早く終わらせとけばよかった 1> 1じゃあ一緒にゆっくり見られるねまだだいぶ残ってるの早く終わらせといてよかったね。 8番山田くん山田くんの机いつ見てもごちゃごちゃしてるねすいませんすぐ整理しますものがあると落ち着かないんです片付けるの得意なんですよ 9番すみません細かいお金がないんですがこちらで崩してもらえませんか1カードはご利用いただけないんですよ2ちょっとお受けできないんですが3細かく崩してもらえたんですね 10番、今日は担当の者がおりませんので、明日お越しいただけませんでしょうか。1、あいにく明日は予定がありまして。2、わざわざおいでくださるなんて恐縮です。3、担当の方にお目にかかれたので来てよかったです。 11番。課長、今日の新商品の説明会、思ってた以上に人が集まりましたね。1。1> あれでも多い方なんだけど。2>, 2。予想通りだったんだね。3。案外来たね。 12番。佐藤くん。今日は一日、販売のイベントで、あちこち飛び回らせちゃったね。1>, 1。わかりました。明日に回します。2。2> 無事に済んでほっとしました。3。それじゃあ、随分とお疲れでしょう。 一番。ねえ、冷蔵庫に入れといたお菓子、一つも残ってないんだけど。一。え、一つしか残ってないの二。じゃあ、せっかくだからいただくね。三。ごめん、美味しくてつい。 2番、君の企画書、興味深く読ませてもらったよ。1、1> 何かご意見いただければ嬉しいです。2>, 2、すぐに書き直してお持ちします。3、ぜひご覧になってみてください。 3番明日も早いことだし今日の作業はこれで切り上げよう 1, 1今日はあとどのぐらい続けるつもり2じゃあ今日中に全部やっちゃうんだね 3, 3ああ今日はこのぐらいにしとくか 4番さっきの講義何の話だかさっぱりだったよ。1, 1本当、理解が深まったね。2, 2私も全くついていけなかった。3頭の中がすっきりした 5番せっかく食事に行ったのにあの量じゃ食べた気しなかったね 1> 1ちょっと少なすぎたよねえっ食欲なかったのあれじゃ食べきれなかったね 6番田中君昨日事務所の電気つけっぱなしで帰宅したでしょう 1> 1消したと思ったんですけどすみませんあつけといた方がよかったでしょうかあのちゃんとついてたはずですが。 7番今度のセミナー申し込みがこれだけだと中止せざるを得ないかな会場に入りきらないでしょうね 2> 2中止にならずに済みましたねこれじゃあ難しいかもしれませんね 8番あーやっと来た遅いよもう少しでバス乗り遅れるとこだったよ僕のせいで乗れなくて申し訳ない悪いでもギリギリ間に合ってよかった 3> 3もうちょっと早く来てくれよ。 9番クラスのお花見盛り上がったんだって私も参加するんだったなあほんと来ればよかったのに 2, 2思いっきり楽しもうよ 3, 3あれ参加してたんだっけ 十番、最近なんかついてないんだよね。一、だから嬉しそうなの二、え、何、どうしたの三、なんでつけるの忘れたの 11番今日の試合、勝てた試合だったのに、私のせいで。1>, 1。やる前からそんな弱気じゃダメだよ。2。2> もう終わったことだし気にするなよ。3。勝ったんだから別にいいじゃない。 12番部長があんなに怒るなんてよっぽどの理由があるに違いないよねほ本当部長怒りっぽいからね 2> 2なるほどそういう理由だったのかうん今までになかったことだしね。 1> 1番ああ、田中さん。会うの、いつ以来だっけ ?1。そうだね。近いうちにぜひ。2。2> 確かそうだと思う。3>, 3。大学の卒業式じゃない 2番あのお客様こちらでの飲食はご遠慮いただいておりますあ知らなかったものですから 2> 2あの遠慮なさらずにどうぞじゃあお先にいただきます。 3番、鈴木さん、午後の会議だけど、私の代わりに出てもらうわけにはいかないかな。1、1> 出てもらえるんでしょうか 2>, ?2、お忙しいのにすみません。3、私でいいんでしょうか 4番ねえ一度くらい試合に負けたからってそんなに気を落とすことないよ。負けたのは僕の責任だっていうのありがとう次はもっと頑張るよ。3> 3そんなに落ち込まないで。 5番、うちの社の新しいパソコン、発売日から予想を上回る売れ行きらしいよ。1>, 1、やっぱり売れなかったね。2、2> このまま順調に行けばいいね。3、いい商品なのにね。 6番。あとは課長がおいでになれば会議の参加者全員揃います。1。すぐにいらっしゃるでしょう。2。あと何名いらしてないんですか ?3。もう課長もおいでになってるんですね。 7番山田くん、山田くんが風で休んだ日の授業のノート、取っといたよ。1、誰か見せてくれないかな二。早く良くなるといいね。三。え、本当？助かるよ。 8番。駅前にできた新しいレストラン。値段が安い割にはなかなかだったよ。1。1> じゃあ、私も今日行ってみようかな。2>, 2。評判、そんなに悪くないんだけどな。3。安くてもまずいんじゃ嫌だな。 番吉田さん吉田さんのスピーチの原稿このままだと時間内に収まらないと思うな。はいゆっくり話すようにします。2> 2そう言っていただけて安心しました。もう少し短くできないか見てみます。 10番先日お送りしたうちの社のパンフレットご覧頂けましたでしょうかすみません最近バタバタしておりまして 2> 2見て頂けるとありがたいんですがでは早速お送りいたします １１番。ああ、面接ってどんなこと聞かれるんだろう。考えただけで気が重くなるよ。1>, １。そんなにがっかりしないで。２。2> 何言ってんの。もっと自信持たないと。３。へえ、ずいぶん張り切ってるね。 12番。さっき出してもらった新車の販売計画、見通し甘いんじゃないですか ?1。1> 頑張った会がありました。二。ちょっと楽観的すぎるでしょうか。3>, 3。では、これでいくということで。 1番あ山本さん手が空いたら声かけてくれるかな1 1> 手伝わなくても大丈夫ですよ <S 2> 2 <S えっ何も持ってませんけど <3 S 1> あじゃああと5分待ってください 2番 2> 山田さん、ロッカー開けっぱなしでしたよ。1どうして開けたんですか 2, ?2 本当ですかうっかりしてました。3, 3閉めちゃってすみません。 3番。よし、試合に向けてもうやるだけのことはやったよね。1。まだ諦めるのは早いよ。2。それしかやらなかったの ?3。あとは試合を待つのみだね。 4番、先月からピアノを始めたんですが、これが楽しくて仕方がないんですよ。1、1> 新たな楽しみができてよかったですね。2>, 2、いい方法がないか考えてみます。3、嫌なものを無理に続けなくても、 5番。ここ、経理事務のアルバイト募集してるよ。経験問わずだって。どう ?1。残念。やったことないから無理か。2。2> じゃあ、初心者の僕でもできるんだ。3>, 3。経験について質問しちゃいけないの 6番このレストランサービスはともかく店の雰囲気はいいですね <S 1> 1 <S これで雰囲気が良ければいいんだけどねほんと雰囲気サービスともに最高だねふ <3 S 2> ん雰囲気が良くてもこのサービスじゃね。 7番。あ、佐藤さん、こんにちは。こんなところでお会いするとは。1。ほんと、偶然ですね。2>, 2。わざわざ会いに来てくれたんですか ?3。あ、じゃあ、ここじゃないところにしましょう。 8番。週末、引っ越すんだよね。私も手伝えればよかったんだけど。1。手伝ってくれるの ?2。2> おかげで助かったよ。3>, 3。頼りにしてたのにな。残念。 9番。ねえ、さっきの話はやっぱり聞かなかったことにして。1。聞いてなかったわけじゃないよ。2。え、うん、別にいいけど。3。あ、ちょっと忙しいから、無理かな。 10番森さん、君が言ってくれなかったら社長に間違った書類渡しちゃうところだったよ。1もうお渡ししてしまったんですか ?2, 2渡す前に気づいてよかったです。3, 3すみません、私が言うべきでした。 11番、まずい、会議の資料、会議室に置いてきた。1、1> ちゃんと置いてきた 2>, ?2、取りに戻ったら ?3、あ、会議室で使うから 12番木村さん今日はこのような素晴らしい会にお招きいただきありがとうございます 1, 1遠慮なさらずお持ちください 2, 2この会に伺えて嬉しく思います3いえ、お忙しい中来ていただいて 1>, 1番。佐藤さん、社長がお呼びですよ。1。では、ここで待っています。2。2> すぐに社長を呼んできます。3>, 3。はい、今すぐ行きます。 2番、リンさん、リンさんのスピーチ聞いたよ。練習した回があったね。1、1> やっぱり練習不足ですよね。2>, 2、そう言っていただけると嬉しいです。3、あの、練習の成果出てませんでしたか 3番夏の旅行の飛行機だけど来月になってからでないとチケット取れないんだってそっかチケットもう取れないんだ 2> 2え今はまだ無理なのじゃあ急いで買わなきゃ。 4番この間の食事会、用事で先に帰っちゃったけど、みんなに悪かったかな。1> 1そんな気にすることないよ。用事が終わったたらまた来ればみんなは悪くないんじゃない 5番加藤さん加藤さんにお願いしてたイベントの企画書昨日のうちに私に提出してって言っといたよねあまだ出さなくてよろしいんですね 2> 2すみませんもう少し待っていただけませんかわかりましたじゃあお願いします 6番おかしいなぁ。今日の発表で配る資料、ここに置いといたはずなんだけどな。1, 1え、ないんですか ?2, 2どこで見つかったんですか ?3 まだできてないんですか 7番ねえ田中くん最近林くんがテニスのサークルの練習休みがちなんだけど何か知ってるなんか忙しいって言ってたよ。すごいそんなに練習してるんだ。3> 3練習一度も来てないの 8番この間旅行先でばったり部長と会っちゃって 1, 1部長と旅行の約束してたの ?2, 2へえ、そんなことあるんだ3なんとかうまく会えてよかったね 9番加藤さん昨日の鈴木くんのプレゼン文句のつけようがなかったねそうかなよく考えられてたと思わない 2> 2文句があるなら言ってみたらすごく説得力があったね。 10番駅前にできたレストラン値段が高い割に味はいまいちだったよ1高くても行く価値はありそうだねー2そりゃ安ければ美味しくないに決まってるよ3行こうかと思ってたけどやめとこ 11番。森さん。森さんの企画案が今回通らなかったからって、落ち込むことないよ。1>, 1。そんなに叱らないでよ。2。2> うん。次があるよね。3。え、企画通ったんだ。 12番先輩ざっとでいいのでこの書類に目を通していただけないでしょうかじゃあ早速やってもらえるかな 2> 2え僕が全部直すのあとでもよかったら見とくよ。 1>, 1番トムさん、よかったら今日の夕食、うちにおいでになりませんか ?1 えっと、何時に来られますか 2, ?2 え、伺ってもよろしいんですか ?3, 3今日はうちにはおりませんが。 2>, 2番駅前のあの人気のレストラン昨日行ってみたけど味は期待したほどじゃなかったよ 1, 1ええー、期待してなかったのに 2, 2ああ、だから混んでるんだね3ええー、なんで人気があるんだろう 3番部長、社内アンケート、山田さんを除いて全員から回答を得ました。1、1> 山田さん、回答早いな。2>, 2、山田さん答えてないの ?3、山田さんが全員分集めたんだね。 4番。佐藤さん、日曜のバイト、私と時間変わってもらうわけにいかない ?1。別に構いませんけど。<S 2, 2。え、変わってませんけど。3。僕、お願いしてませんけど。 5番昨日初めて劇場で芝居見たんだけどまた行きたくてたまらないんだ1何がたまってないの 2, 2また行っちゃったの3そんなに感動したの 6番。課長、プリンター修理に出したんですが、もう買い替えるしかないって言われました。1。1> じゃあ、新しいの買わなきゃね。2>, 2。買い替える必要ないってこと ?3。それなら、修理してもらおう。 7番「キムさんレポートチェックしたよここの数字さえ直せば問題ないよ」1「1数字の他はどこですか? 2> 2」「2すぐに訂正します」3「3何も問題がなくて安心しました」 8番この会議室、壁の色変えたせいか広く見えるんじゃない ?1 わかりました。そうしてみます。2ほんと、変えて正解ですね。3色のせいで広く見えないんですか 9番。このアパート、この間取りと設備でこの家賃、いうことなしだね。1。ほんと、家賃がちょっとね。2。こんないい条件他にないよね。3。それじゃあ諦めようか。 10番今週は仕事のスケジュールがぎっしりで嫌になっちゃうよ。1忙しそうだけど無理しないようにね。2まだスケジュールが決まらないの ?3 今週は仕事が少ないんだね。 11番僕、スキーするの今日5年ぶりですよ。できるかな ?15 年なら体が覚えてますよ。2今日から5年もできないんですか ?35 年間も続けてるなんてすごいですね。 12番所長事務所の防災グッズ確認したら足りないものだらけですああ足りないものはなかったんだね 2> 2あ一つだけ足りなかったのえっ足りないものそんなにあった 1>, 1番。川野さん、来週の土曜日、うちの新製品の発表会をやるので、ぜひお越しください。1。1> あ、新製品はまだ発表できないんです。2。何時頃お越しになれますか 3>, ?3。そうですか。会場はどちらですか 2番おかしいなぁ。今日のコンサートのチケット、カバンに入れてきたつもりだったんだけど。1。1> もう一度よく見て。2>, 2。あれ今日はコンサート行かないことにしたんだっけ ?3。そっか、カバンの中にあったんだ。 3番。あの、先輩。これ、卒業論文の概要なんです。コメントもらえるとありがたいんですが。1。今忙しいから、明日でも構わない ?2。読んでもらえて助かったよ。3。コメント、たくさんもらえたんだ。 四番、小林様、先日のコピー機のカタログご覧いただけましたでしょうか。一、カタログいつお見せしたらよろしいですか。二、いやー、ここ数日何かと忙しかったもので。三、もうご覧になったんですね。 5番あの森さん倉庫の書類を整理したいんですけど今手空いてますか 1> 1あこれ以上はもう持てませんえっお任せしてもいいんですかうーん1時間ぐらいならいいですよ。 6番台風が来てるし明日の屋外イベントは中止せざるを得ないよ。予定どおり頑張ってやりましょう。2> 2今回は仕方ありませんね。中止にならなくてほっとしました。 7番。佐藤くん、さっき会議室出るとき、エアコンちゃんと消してくれた ?1。すぐつけに行ってくるよ。2。2> 消しちゃいけなかった 3>, ?3。あ、忘れたかもしれない。 8番ねえ、吉田さん、今日課長ご機嫌だと思わない ?1、嫌なことでもあったんじゃない ?2、2> なんかいいことあったのかな 3>, ?3、機嫌治るといいね。 9番堀さん、堀さんいくら疲れてるからって打ち合わせでうとうとしちゃうなんて1申し訳ありません気をつけます 2, 2お褒めいただき恐縮です 3, 3では遠慮なく休ませていただきます 10番石田監督が作った最新の映画見ましたけどいま一つでしたよ今まででで一番よかったんですね 2> 2え見に行こうと思ってたんですけどそんなに面白いなら見に行ってみます。 11番受付の木村さん毎朝早く来て掃除してくれてるんだって頭が下がるよ1全く頭に来るよね 2, 2なかなかできないことだよねー 3, 3え具合悪くなっちゃったの 12番今度入った加藤さん営業の仕事が初めての割には営業成績上げてるよね。1, 1営業の仕事やってきてるんなら当然じゃない ?2, 2経験がないのに結果出してるよね。3そんなに成績落としちゃったらまずいね。 1番 1> うちの会社正月の休みが3週間ぐらいあったらいいのにね。1, 1ええー、3週間もなかったと思うよ。2, 2ほんと、それぐらい休みたいよね。3そんなに長くなったのやった 2番。2> なんか外が騒がしいよね。どうしたんだろう ?1。多分そうだろうね。2。2> 何かあったのかな 3>, ?3。どうして知ってるの ３番。あの大手の緑建設、倒産の恐れがあるんですって。一。えっ。その可能性はなさそうなんですか。二。えっ。倒産しちゃったんですか。三。えっ。そんなに状況悪いんですか。 4番学校のみんながあんなに応援のメールくれたのに僕たち試合負けたって言いづらくない ?1, 1ああ、もう伝えちゃったんだね 2, 2でもちゃんと報告しなきゃね3え、みんなに言いづらくないの 5番。リーさん、あのー、新年会の係をやってくれたら助かるんだけど。1>, 1。あ、はい、私でよければ。2。2> あの、私は係じゃないですよ。3。あ、やってくれるんですか 6番この棚の引き出し、鍵かけといたはずなんだけど。1。1> ああ、その方がいいね。2。それはちょっと、できないよ。3>, 3。え、開いてるの 7番急なんだけどあさっての出張小野さんの代わりに行ってくれる 1, 1小野さんどうかされたんですかに小野さんと一緒に行けばいいんですね3小野さんどなたと変わるんですか 8番山本さん、悪いけど、もう会議室の準備始めてくれないと。1, 1まだ早いでしょうか。2, 2すみません、すぐ取り掛かります。3じゃあ会議は中止なんですね。 9番。森さんって就職するのに親のコネ使いたくないんだって。まあ、わからないこともないね。1。少しはわかってあげてよ。2。森さん、何がわかってないの ?3。うん。その気持ち、なんとなくわかる。 10番ああ明日の歯医者の予約時間手帳に書いておくべきだったな 1> 1手帳見て何時か確認したら時間分かんなくなくっっちゃったの書くならペンあるよ。 11番もう打ち合わせの時間だけど社長が来ないと始めようがないですね 1, 1もう打ち合わせしちゃうんですか 2, 2あ社長に始めるよう言われたんですねうーん、待つしかありませんよね 12番先輩、私最近ゴルフ始めたんですが、上達に欠かせないものって何でしょうか ?1。1> うーん、自分に合う道具を使うことかな。2。うーん、練習が足りないからじゃない 3>, ?3。うーん、上達しにくいものは特にないよ。 1>, 1番。リーさん、昨日のプレゼンでリーさんを見直しちゃった。1。それじゃあ、もう一度見直してみる。2。2> ええー、頑張ったんだけどな。3>, 3。そうありがとう。 2番。2> うーん、この天気じゃ今日のお花見は中止にするしかないね。1。残念だけどしょうがないね。2。2> この天気でもやるの 3>, ?3。中止にしなくてよかったね。 3番お客様館内での撮影はご遠慮いただけますか ?1 あお願いしていいですか 2, ?2 すみませんダメなんですね三、3> 3じゃあ遠慮なく。 4番今日はついてないなぁだからつけてこなかったんだね 2> 2うまくいったんだよかったねえな何かあったの 5番課長、次の企画のリーダー、引き受けた以上はしっかりやります。1、1> 引き受けるかどうか迷ってるの 2>, ?2、うん、期待してるからね。3、引き受けて欲しかったな。 6番今日の講演会聞きに来た回がありましたね。1貴重なお話が聞けましたね。2講演会聞けたらよかったですよね。3確かに来る必要なかったですね。 7番部長、出席者の皆さん、もう会場にお揃いです。まだ時間前ですが。1, 1そうですか、私もすぐ行きます。2じゃあ全員揃ったら教えてください。3, 3そろそろ皆さんを会場にご案内してください。 8番田中さんみんなの前で山田くんに注意すべきじゃなかったんじゃない1 1> やっぱり言ってよかったってことだね <S 2> 2 <S でも必要だと思ったから <3 S 1> 注意しろって言うならするよ。 9番。鈴木さん、午後の打ち合わせ、私抜きで始めといてもらえる ?1。何時頃いらっしゃいますか <S ?2, 2。いらっしゃってから始めるんですね。3。途中で抜けられるということですか 10番、この旅館、設備はともかく、サービスは満点だね。1、ほんと、設備もサービスも最高だね。2>, 2、設備も良ければ文句ないのにね。3、サービスさえ良ければいいんだけどね。 11番、青木さん、今回の新製品、青木さんの協力なしには完成しなかったよ。1、完成させられなくて残念です。2>, 2、協力できなくて申し訳ありません。3、3> お役に立てて嬉しいです。 一番、リンさん、リンさんのお住まいはどちらですか一、南銀行に勤めてます。二、うちは南町です。三、南大学の出身です。 2番。2> ねえ、作業やりかけだから、まだこのパソコンつけといて。1。1> うん、そのままにしておく。2。じゃあ、すぐにつけるよ。3>, 3。もう使わない 3番あのこの資料23日貸してもらえるとありがたいんだけど1えっよかったですね 2, 2どういたしまして 3, 3ああ構いませんよ 4番。ねえねえ、留学したことあるんだって ?1。いい経験になるといいね。2。2> 1ヶ月だったんだけどね。3>, 3。うん。頑張ってくるよ。 5番今から新しいソフトウェアの説明するけどメモしとかないと忘れちゃうよ。1ちゃんと書いておきます。2, 2メモしておけばよかったです。3, 3書いてくださって助かりました。 6番。伊藤さん、今日のプレゼン、初めての割にはうまくまとめてたね。1。1> 前回の方が良かったでしょうか。2>, 2。そうですか緊張してたんですけど。3。最初のところだけってことですね。 7番昨日そこのレストランでステーキ定食頼んだら食べきれなかったよ 1, 1そんなに量が多かったの ?2, 2切れないほど硬かったの ?3 じゃあ全然足りなかったの 8番、総務課の田中さん、会社辞めるの思いとどまったんですって。1、会社辞めた後何するんだろう。二。考えは変わらなかったんだね。三。誰かに引き止められたのかな。 9番転勤の話嫌なら断ればよかったのにせっかく断ったのにね 2> 2なかなかそうもいかなくてうん断って正解だったよ。 10番小田さん、小田さんのファッションは流行に左右されず、いつもおしゃれですね。1, 1え、このデザインって流行してるんですか ?2, 2今流行しているものを着たいですからね。3流行にはあまり興味がないんです。 11番田中先生って忙しいから公園頼んでも断られるに決まってるよ。1, 1本当にありがたい話ですね。2, 2それでは決めてみましょうか。3聞いてみないとわかりませんよ。 一番ん？会議の資料をこの机の上に置いたはずなのに 1, 1えないんですか 2, 2助かりますありがとうございます3あ机の上に置いてはいけなかったんですね 2番森さん勧めてくれたカメラ買いましたよ小型ながらなかなかは高性能ですね1もっと小さいのが良かったんですね2小さいのにすごいでしょう3小さい方が性能がいいんですか 3番今日の実習のレポート明日出さなきゃいけないなんて「1, 1明日までじゃなくてよかったね」2> 2「2本当もっと時間欲しいよね」「えレポートを出さなくても良くなったの?」 4番あの佐藤さんこの椅子運んでくださると助かるんですが1運んでいただけるんですか 2, 2え私運んでませんよ 3, 3あはいどこへ運びましょうか 5番鈴木さん、イベントの準備は順調 1>, ?1。では早速準備を始めます。2。2> 中止になるなんて残念です。3。今のところうまくいってます。 6番昨日愚痴を言っちゃったけど聞かなかったことにしてくれない 1, ?1 ああ、わかった。忘れるよ。2え、ちゃんと聞いてたよ。3, 3もちろん、いつでも聞くよ。 7番今朝もう少しでいつもの電車に乗り遅れるところだったよそっかでも間に合ったならよかったね 2> 2あいつものに乗れなかったんだえ電車が遅れたんだ 8番伊藤さん、午後の会議の準備一緒にやることになってたけど、僕一人でできないこともないよ。1、1> それなら一緒にやろうか 2>, ?2、え、一人でやったの ?3、じゃあお願いしてもいい 番藤田さんスピーチの練習付き合ってくださってありがとうございました当日もうまくいくといいんですけど1うまくいったんだ頑張った甲斐があったね 2, 2仕方ないよそんなにがっかりしないで 3, 3きっと練習の成果を出せると思うよ 10番サークルの打ち合わせ5番教室でやるって聞いたけど教室は予約してからでないと使えないよ予予約約は必要ないんですね 2> 2先週ししましたせっかく予約したのに使えないんですか 11番森田さん森田さんの企画書だけどデータなしじゃ検討しようがないよすみませんすぐ用意しますあ検討していただけるんですね 3> 3ええご理解ありがとうございます。 一番ん。会議の資料をこの机の上に置いたはずなのに 1, 1えないんですか 2, 2助かりますありがとうございます3あ机の上に置いてはいけなかったんですね 2>, 2番森さん勧めてくれたカメラ買いましたよ小型ながらなかなか高性能ですね 1, 1もっと小さいのが良かったんですね 2, 2小さいのにすごいでしょう3小さい方が性能がいいんですか 3番今日の実習のレポート明日出さなきゃいけないなんて1明日までじゃなくてよかったねー 2, 2本当もっと時間欲しいよね 3, 3えレポートを出さなくても良くなったの 4番あの佐藤さんこの椅子運んでくださると助かるんですが1運んでいただけるんですか 2, 2> え私運んでませんよ 3, 3あはいどこへ運びましょうか 5番鈴木さんイベントの準備は順調 1, 1では早速準備を始めます 2, 2中止になるなんて残念です3今のところうまくいってます 6番昨日愚痴を言っちゃったけど聞かなかったことにしてくれない 1, 1ああわかった忘れるよえ、ちゃんと聞いてたよさもちろんいつでも聞くよ 7番今朝もう少しでいつもの電車に乗り遅れるところだったよそっかでも間に合ったならよかったね 2> 2ああいつものに乗れなかったんだえ電車が遅れたんだ。 8番伊藤さん、午後の会議の準備一緒にやることになってたけど、僕一人でできないこともないよ。1、それなら一緒にやろうか ?2、2> え、一人でやったの 3>, ?3、じゃあお願いしてもいい 番藤田さんスピーチの練習付き合ってくださってありがとうございました当日もうまくいくといいんですけど1うまくいったんだ頑張った甲斐があったね 2, 2仕方ないよそんなにがっかりしないで 3, 3きっと練習の成果を出せると思うよ 10番サークルの打ち合わせ5番教室でやるって聞いたけど教室は予約してからでないと使えないよ予予約約は必要ないんですね 2> 2先週ししましたせっかく予約したのに使えないんですか 11番森田さん森田さんの企画書だけどデータなしじゃ検討しようがないよすみませんすぐ用意しますあ検討していただけるんですね 3> 3ええご理解ありがとうございます